高橋の部屋へようこそナビゲーターの令和新選組幹事長の高井隆です、えー、今夜のゲストも山本太郎代表です <laughs> よろしくお願いいたしますまたお前そう思われた方こんばんは <laughs> はい、それでは今日のテーマはこちらになります2年8ヶ月ぶりの国会質問の感想はということで あの先般、内閣委員会でまあ2回ですね質問をされてまあ特にまあ一番最初の1回目の委員会の質問まあ2本とも両方良かったんですけど私、1本目の質問のですねあのやっぱり生活に困っている方のしかも15分でねあの内閣委員会で十10時間も時間があったのにたった15分しか令和に時間が与えられなくてで本当に代表はもっとね、あのー 質問準備してたんだけどもう15分って言われてどの質問項目を選ぶかなと思ったらやっぱりあの生活に苦しんでる方々への支援ここが足りないっていう話を、ねうん、されましたけど、まあ、ど,うどうでしたあの最初の質問まあやっぱり緊急度が一番高いところをアップロしなきゃいけないかなっていう思いから、うんえー、ああいう選択になったんですけど、うん、やっぱ15分厳しいなもちろん与えられた時間の中でやらなきゃいけないってことでああいう形にはしたんですけど。うん これがもしも参議院だったらそうあれだけの長い質,あの質疑10時間コースだったらおそらく30分は絶対もらえる、うんね、40分もらえたかもな、うん、それぐらいですだからこの格差っていうかね衆議院と参議院の格差が分かると思うんですけど、うんうん、いやーでもそんなに難しいこと私言ってないじゃないですか、うん、当たり前のことしか言ってないんですけど、うん、政府側の答弁が。うん ちょっととと情がななさすすぎたかか、うん、思うところですかねうん、うん、だから私が何かひど,いひどい答えをするようにはめたわけじゃなくて、うんね、向こう側から勝手に崩壊してくれたかなうん、うん、崩壊というかまあでもそこで取れたものはなくてはっきり言っちゃえば、うん、分かんないけどねそ,、うん、その数日後に神奈川県では食料配達をまだすることになったみたいな報道が流れてたので,で,いでひょっとしたら何かしらの根回しがあったかもしれないですね。うんうん でも一番びっくりしたのはやっぱり私たちは平坦が尽きているという意識はないと意識というかね、うん、そういうい感覚がないっていう話だったんだけど、うん、いやそりゃないだろうよと台本の中にずっと言ってたらよっていう話じゃないですかだから現場の声届けてるんですからっていうかだから、少なくとも決定権はね、うん、その予算を動かす、うん、お金を動かすっていう決定権が直にはないわけだから、うん、だったら総理に聞いてよって、うん いう話ですよね私あの質問を聞いてて思ったのはその神奈川県の、ね、職員の方とかから聞いた現場の話を大臣にしたら、はい、大臣が神奈川県知事とかね市長からは聞いてませんと、うん、いやそれはねやっぱりこの県知事とか市長もよくないですよね。だから現場の声をやっぱり忖度して伝えてないのかねあるいは聞いてるけど知らないって言ったのか分かりませんけどいずれにしてもその。 なんていうか現場の声が、ね、届いてない実態っていうのがあそこで浮き彫りになったなあというふうに感じました混乱している状況ですよね、うん、この感染症の拡大、大拡大です、うん、っていうところで。まあ 不具合みたいなものがいろんなところに生じてるっていうのはもうこれはしょうがないですねもともとの供給であったりとかその準備っていう部分が十分にされなかったからそういうことが起こるっていうのは当然のことなんですで、その声がしっかりと報告されてなかったりっていう部分にも影響を及ぼすと思うんですよ、うん、通常時以上にでも少なくともこういう話を聞いたこういうことになってるらしいってい報告があるんだから、うん、おそらく私だけじゃなくてそれぞれの地域の議会とかでもあると思うんですよね、うん だから、何かしらかの、この声が上がる方法が、さまざまなところからあったとして。それをもとに、じゃ、どう改善できるかってことを、考えてくれる人が。やっぱり、上にいないと。苦しむしかないですもんね。うん、あの、国会質問って、その度にあると思うんですね。つまり、大臣とかがなかなか。現場の話とかね、まあ、形だけの視察とか、よく行くけど、あんなのセレモニーですから。うん、そうじゃなくて、本当に現場で。 ね、声を聞いてきたそういうのは我々野党が、ねうん、得意というかやれるのでそういう声を、ね、伝えるだけど私、まあ、今まで経験して野党も、ね、結局現場に直接行ったりせずにもう新聞とかテレビとかの情報をただ、ね、さも自分が経験したかのように質問してる人いっぱいいるんですけど、うん、山本代表は違いますよね。私 今年初めて年年年末年始あの年越し相談村に代表に誘っていただいてあの行かせていただきましたけどまあ代表はねもう何年も行かれていてだけどあの私も驚いたんですけどスタッフをね誰もいつも連れていかないと一人で行かれると代表なのにですよ。ただまあ私は勉強になると いうことで誘っていただいて、うん、まあちょっとご一緒させていただきましたけどあれはどういう思いでされてるんですかえっとものすごくシンプルで、うん、その時期に一番しんどいとこにいる、うんまあ、もちろん他にもいらっしゃるかもしれませんよ、うん、でもその時期に一番しんどいとこにいるっていう人たちの声を直接聞けるチャンスなんですよね。うん、で政治ってて多分人生もも何の困りごともなくて もう本当に毎日ご機嫌ですと、うん、でこの先の未来も何の心配もありませんという人には、うん、ある意味で政治ってそんなななに必要がいいことかもしれ自分の持っているそういうようなもともと持ち合わせている資産だけで何とか人生生きられて将来に不安がないなら、うんうん、政治ってあまり、ね、コミットするというかあの政,治家政治側からやれることって少ないかもしれない、うん、でもそうじゃなくて政治でそれ何とかできますよ っていう人たちがたくさん困っててそこにいるっていうんだったら、うん、何に困ってるかってことを直接やっぱり聞きたいですよね、うん、どんな状況にあるのって、うん、いやあなるほどここが足りないんだなとかっていう、うん、いろんなねいや、うん、政治自体はものすごい幅広いじゃないですかそのテーマが、うん、数々あって、うん、だからどこにコミットするかっていうのもあるんですけど、うん、でも年末で。 もうみんながねよ、うん、いお年をみたいな気分で、うん、明けましておめでとうございます、うん、みたいなこの新しい年だねみたいな、うん、いうような状況にない人たちぎりぎりのところでもう諦めよっかな生きるの、うん、みたいなところにいる方々が何、うん、だろうな本当にもう最後の蜘蛛の糸みたいなものを求めてその場にいらっしゃるっていう場に直接行けるって、うん、政治の中に身を置くものとして。うん 絶対行きたいとこですよ、うん、それはね、うん、で、えっと、よく言われるのがあの自分の冬休みをこんなふうに使って偉いねっていうふうに言う方々い,、うん、いらっしゃるんですけどそうじゃないんですよ。休みにみんながそれをやればいいのに国会議員がって話もあるけどもうそれ自由でいいんだよって。 都心のいいホテルで妻とディナー食べているような写真上がってたとかいいじゃない、それはだって激務だし気分転換必要だしいいんだよ、って休んでもらってていいここで得た情報を国会でぶつけられるからその時に忖度してよ、こっちにもっていうものすごくシンプルで休みの時にこんなに動いていかがでしょう頑張ってる感じ分かりますっていう話は一切ないんですよ、どうでもいい、そんなこと。っていう 実際に一番しんどいところの話を直接聞けて課題をもらえるなんて、うん、こんな勉強できる場所ないよって、うん、プラスちょっとでも例えば行政のサービスにつなげるようなお手伝いができたとしたら、うん、こんないいことないじゃないですか。うん、でおそらくねあの高井さんはそういうことに敏感に反応できるのだろうなっていうふうに思ってたんですどうしてかっていうと、うん、国会議員時代にも自分の中でテーマをね ここれやらなあかんってことでで先ほどのの総合資金の話ですね貸し付けだったりいろんなもののことに関してやっぱり生の声聞いてちゃんとねツイッターでつながったとしてもその後連絡を取りながらその人の置かれた状況だったりとかってことをやっぱり自分の中にねやり取りをして情報をもらってでこれを何だろう質問を聞く側にやっぱり。 どれだけ大きな問題なのかってことを伝わるリアルな情報をね、うんうん、やり取りするっていうことをやってこられた方だから絶対これあの高井さんにとってもいいいことだろうないや、うん、うめちゃくちゃプラスになりました。 高井さんはそういうのを分かる人だろうなと思って青の声掛けしたんですよねいやいやありがとうございます最初はねちょっといや寒かったんですしかもねいや年末年始をほっとりしかも大体この時間ぐらいに行くねっていうね <laughs> 大体何時ぐらいから何時ぐらいの間に僕行くつもりですまあ例えるなら12時から1時の間に私多分到着するんで高井さんあの別に1時ぐらい お落ちたらららいいいいいいんじゃないかなかかっつ12時ぐやや、まあ、初めてでしたかねいや, <laughs> いやそれでね <laughs> もう行った途端に何時から来てたんですか12時から「<laughs> いやもう1時ぐらいでいもうその間っつったのに」っつって <laughs> いやでもねやっぱちょっと緊張したんです初めて行って、はい、でねやっぱりそういう、ね、弁護士さんとか、はい、普段その生活保護のね、うん、あのサポートしてる方とかが、うん、要するにその食料を皆さんね配布するんで 生活に困っている方が来られてでそういう方にやっぱり相談をき聞いてあげてもうむしろこっちから、ね、あの生活保護とかそういうのをやっぱ受けた方がいいんじゃないですかみたいなことを、まあ、相談する会なんですけどで結構、ね、何人か国会議員もいたんですねあと地方議員とかもだけどなんか、ね、やっぱり、まあ、私も昔そうだったんですけどちょっとこう 視察っていうか見にに来来ままししたた声を聞きに来ましたみたいな感じなんだけどちょっとよそ者なんですよでもね山本代表はねなんかもうやっぱ長年やってるからか完全にもう仲間でで私一番驚いたのはその一番仕切ってる方が「ああのこの案件は難しいから太郎さんにやってもらおう」って言って一番ややこしい生活保護の相談をねあの受け入れるかどうかみたいな難しい案件を 山本代表にってだからお客さんじゃないんですよ。ただのあの見に来た人じゃなくて完全に一員になってるのが私は一番びっくりしました。どうなあのその案件を渡されるときにこれが取らなかったら令和の敗北だからねとか <laughs> か<に>余計のプレッシャーまでかけるんですよ。<laughs> 確かに仮面してくださいよ、はい、いや実際ねそのほほ生活保護を受けた方がいい方と一緒に。 その区役所に行くわけですよそれでもう年末年始だから空いてないから臨時窓口を設けてたかあるいはもう宿直室ですよ宿直室に代表が、えー、政党の代表が一緒に行ってですねその宿直の人といろいろ交渉をするわけですよねでもこれってこんな経験なかなかできないじゃないですか。で はっきり言っちゃうとその現場に足運んでできるお手伝いをやりますっていうのははっきり言っちゃったら年末年始の期間だけなんですねほぼ、うんうん、それ以外の期間は他のことで動いてないじゃないですか、うん、でもあの現場にいらっしゃってる現場を支えている方々は、うん、もう365日に近いんですよね、うんうん、でどうしてかっつったら困ってる人がいて SOS があって、うんうん、それを遮断しちゃったりとか。 向き合わなかった瞬間にもうその人命を失う可能性あるんですよ、うん、もう最後の最後の望みっていうことで SOS を投げかけてくるようなところに対応していくようなことがやられてる人たちが多いんですね、うんうん、だからにわかですよ僕がやってるようなことは、うん、本当にその,あの1年を通してその期間、うん、勉強のためにやらせてもらってるっていう感覚で一番尊いのはやっぱり常にその困った人に対して対応している。うんうん NGO の方だったりとかね弁護士さんだったりとか活動されてる方々いろんな運動体あるんじゃないですかあのこの世の中にいろんな問題があって例えば非正規労働者をねあの正規の労働にしていくべきだということだったりとか原子力発電所をこれやめようじゃないかという運動だったりとかありとあらゆる運動ある中で私が一番すごいなって思うのは。 尊敬する人はどんな人ですか尊敬してる人を挙げてくださいって言われた時に言うのはえっ、ー、とそういう貧困の現場で動いてる人たちです、うん、って言うんですよなるほど。もう優先順位がそれしかないんです、うんうん、自分がとか一切ないんですよなるほどまず目の前の困ってる人はこれどうする、うんうん、こうしようっていうやり取りでしかその積み重ね以外ないんです、うんうんうん 自分がどうしたとか周りがどうしたとか関係ないこの人どうするっていうことのみに集中する世界ってものすごくピュアじゃないですか、うん、いや確かにねあ,あそこでやってる弁あの寒い中ね弁護士さんとかがあんなに一生懸命やってるのを見たら本当に我々のやってることなんてまだまだちっぽけだなとは思いましたけどただね本当にその 代表がですねまさにその区役所の窓口行ってですねでそ,その時にそのリーダーの方から私忘れないもしないんですけどなんか一日支給される金額がなんか1,000円のところをあと500円勝ち取ってきてくれと、えー、それを「山本さんお願いします」って言って言われてで区役所に行って本当に500円なんとかならないかっていうのをね 一生懸命説得されてるあの姿っていうのは本当私本当ならちょっとビデオとかに撮ってね <laughs> 皆さんに見てもまあでもね区役所の職員の顔を映すさけにいかないからそれできなかったんですけどいや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 あれはすごいと思いましたでもやっぱり年末年始で一般的には例えばおせち料理とかねなんかこう新年のみんなねあの状況になるわけじゃないですか食卓だったりとかそのまあそうじゃない人もいますけどでもまあなんか年末年始しちょっと あのいいもの食べようかみたいな雰囲気になったりとかでもそこにはそれはないわけですよね、うん、1> で1日1,000円の食費でやれっていうのはもちろん違うなあの時1日500円だったんじゃないですか、うん、1>, 1日500円出て3日で1,500円みたいなところの話で「ちょっと待って」て「1日500円ってちょっとやばいと思うと普通に物を買って500円で3食も作れないですよ」 そこをととかお願いいしたいとでもちろんねその年末ということでそのおそらく区役所の中にある一部の金庫の中にはお金が、えっと、置かれているっていうことで,で大体これぐらい来るっていう目処のもとにその余分分も多分入れられてると思うんですけど、うん、間違いなく余分分はあるから、うんうん、もうちょっと載せてほしい、うん、だってもう今日の営業日っていうかね今日対応している窓口が えっと、もう明日には開かれないわけだから、うん、この窓口はあと1時間で閉まるっていう時に、うん、で私たちしか来てない何人か連れてきただけの中でまだ呼び玉はあるわけだから、うんまあ、しかもそれ貸し付けっていう話だし、うん、なんかね交渉してちょっとでも上乗せしたいですよねそこね。うん、いや,ーいやーもう何やろうねえこれが総理大臣だったらもうそこ。 カバーしろでいけますよ、うん、まあこれ区長でも言えることかもしれないけど、うん、でも残念ながら地方自治体の、ねうん、長になってもそれは自分たちお金すれないからね、うん、でもこれが総理大臣だったらもうバツッと決めれるのになって、うん、みんなが不安のない年末年始過ごすとか、うん、不安のある状態にも底上げするってことは可能なことなのに、うん、歯がゆいなぁとは思いますけどでもやっぱり本当だったら。 そういう場ろんなんだろう票につながりそうな人とか次につながりそうなところに時間を割くことは高井さんにもできるはずなのに、うん、そこを選んで一票にもならないですよ一票にもならないはっきり言えばでも票なんていらないんだもんそこでは勉強の場だから、うん、っていうかねでもそ,そこに来てくれて一緒にやることができるっていうのはやっぱり嬉しいですよね。 いやもう本当に学びの多かった年末年始でもう,もう本当にこれが一番私言いたかったぐらいあの今日、この対談でまあこのシリーズでずっとやってますけどやっぱりいやいやでもそのくらいやっぱりねあのすごい衝撃を受けましたまあ私あの代表をずっと年末年始そういう炊き出しとかねやってるっていうのはツイッターとかフェイスブックで見てましたのでまあでも正直、まあ ちょっとパフォーマンスなのかなって、ちょっとね、思ってたんですよ。<laughs> 多分ね、多くの人思ってると思うんですよ。はい、だけどね、まあ、今回行ってみても、本当にもうパフォーマンスとは全く。無縁な、本当に心底。<laughs> 本当にその五百円を勝ち取るために。まさに、あの、国会で追求してるぐらいの迫力で。いや,いやいや、もうちょっと柔らかいですけどね。それがエベースですから。はい。いや、でも、本当ね。<laughs> はい、すごい熱意を感じました。いやいや、でもね。あの。 あの時に僕一旦別の現場に行ってでもうその会場が終わりますっていう時だったんですよね、うん、でもだから年,年明けて何日かあってでもう終わりですその会場がねっていうところで私その前に別の用事があって離れなきゃいけなくて、うん、もう一回戻れる時間になったなと思って、うん、高井さんに連絡したんですよ。うん、であの多分メール打ったんかなメーールルっったたかな時に えと高井さんも,もしもこの後なかったらご飯でも行きませんかって言ったらいやあの親戚の人たちと会うっていうあそうかと思って普通、年末年始っそういうものがあるじゃないですかでもそこを横に置いてやってくださってこの終わってそこに行くんだっていうことが分かってあ申し訳ないなと思ってあ了解ですって切ったんですけどその後に私はその公園に戻っててたまたま高井さんが対応してくれた人に出会ったんですよ、道で。 で、大丈夫でしたか?」って聞いたら「いやあの高井さんがねいろいろ本当に調べてくれて,てで、ホテルも決まって」みたいなことをすごい本当に助かりましたってその,その人そんなテンションじゃなかったんですよ最初は、うん、その最初に公演だった時はもう本当にドヨーンとしてこの先どうなるんだろうって口が重い感じだったんだけども途中抜けて戻ってきたあと高井さんがずっと対応してくれてで、そこにつないでくれてっていうのがあった後にもう全然もうキャラクター変わっちゃってるんですよね。うん で、本当にありがとうございました。高井さん、よろしくお伝えくださいってことを言ってて、それを電話でね。高井さんって。<laughs> あの、もう家族、家族との時間っていうこと、家族っていうかね、そのファミリーでっていうとこだから、もう。連絡取らない方がいいんだけど、これは言わずに折れるかと思って。す,すごい嬉しかったです。いやいや、えー、いあれを聞いた時は、本当になんか。 報、ね、われたっていうのもちょっと違いますけどね、うん、なんか、なんなんでしょうね、でも、こんな嬉しいことはないっていう、なんかちょっと、うん、まあだからいいですよね、こういう喜びをね、そうですねなんか感じれるっていうのは、本当になんか本当に政治家やっててよかったなっていう、えー、思える瞬間ですよねだからこそ、もうそういうことをね、一般の方々が自分の時間を使って、自分の人生を横に置いて取り込まなきゃいけない状態で、 を継続させてねもう民間が倒れるようなところまでもう来ちゃってますから今、今、はい、も,もう回らないともうそのあの手を差し伸べなきゃいけない人たちが多すぎてだから、こういう状況をやっぱり大きく変えていくには政治しかない、うんね、これを大きく変えていくためには政治が必要でそれが必要だと思っている政治家が増えなきゃしょうがない、うん、だから高井さんには戻ってもらうしかないんですよ。すませんありがとうござい 今日もちょっと長くなってしまいましたけれども、はい、はい、あの次回がいよいよ最終回。まだ。すもう一個だけ、<laughs> もう一番聞きたいテーマが残ってますんで、はい、あの今夜はこれくらいにしたいと思います。<laughs> どうも、今日は山本代表、ありがとうございました。